イエーイ、皆さんこんばんは。それは無理です。こんばんは。はい、皆さん、あ、喧嘩しないでもらっていいですか。今喋るんで、すいませんね。はい、森風花ちゃんのラストライブにお集まりの皆さん、こんばんは。ございます。ここからはですね、森風花の今日何するというね、風ちゃんの YouTube 冠番組、代々木バーバラで毎週木曜日にやってた番組のメンバーで、コーナーしながらラストスパートを盛り上げて、森風花ちゃんにつなげていきたいと思います。よろしくお願いします。大変緊張しております。大好きなんです、森風花ちゃんのこと。なので一生懸命頑張って歌いますので、皆さんもね、初めて見たよって方も一緒に盛り上がってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聴いてください、鷲山佳奈メドレー。今の私で罪を負うことで済んで、いらない誰かにばかりは
です。今日はね、長丁場だと思いますがね、これだけ元気があったらふーちゃんのライブもね、バッチリ温まった状態でいけると思いますので、この後の今日何メドレーもお楽しみにしてください。ということで、次の出番はエリスコちゃん。はい、エリスコです。こんばんは。今日もお邪魔させていただいてます。ありがとうございます。今日ふーちゃんの卒業の公演ということで一曲歌わせていただくんですけれども、5月12日にですね、実は私エリスコと、昭和カナと一緒にナノメートルとユニットでデビューすることになってますので、今日二人で一曲歌いたいと思います。はいはい、じゃあね、カバーにはなるんですが、カバーにはなるんですけど、みんなが知ってる曲なので一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。思います。よろしくお願いします。よろしく、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょうか。噛みましたか。はい、ちょっと噛みました。はい、行きましょうか。一回も練習してない。あ、そんなこと言わないで。大丈夫です。大丈夫、大丈夫か。そうだよ、歌いたいから、ね、そうそうそう、今日ね、みんな知ってるから大丈夫。森ふっかに捧げよう。よし、捧げます。頑張ります。それでは聴いてください。夜明けブランニューデイ。走れ夜明けブランニューデイ。
ゃ足りないですよ。皆さん盛り上がってますか。はい、ありがとうございます。今日何するメンバーから西間舞です。よろしくお願いします。はい、ワンツーワンツー、今日ワンツー歌わないんですけどね、今日はね、森風花ちゃんのね、最後ということで、この曲、スターっていう曲を持ってきました。この曲はですね、実は、昔描いてた、自分の描いてた、未来とか、夢っていうのは、こう、大人になったりとか、こう、時が経ってくるにつれて、変わっていくもの。でも、それも、素晴らしくて、素敵で、それぞれの夢があって、その未来に向けて、歌った歌になります。ということで、聴いてください。スタート。未来に幸あれ。ありがとう。
ここにいるんですけどね。ありがとうございます。さあ、次は、富山葵。富山ってすごいな、ありがとうございます。改めまして、代々木バーバラから参りました、店長やりつつ、アーティスト活動しております、葵たんこと富山と申します。よろしくお願いします。はい、今日はね、森風花の今日何するメンバーの一員として、森風花ちゃんの大親友として、このラスト、お見送りしたいなと思っております。ちょっとねしっとりナンバーではございますが、一緒にクラップして、今日最後の日一緒に盛り上げてもらえたらなと思います。え、マイマイじゃない、富山葵です。はい、ということでじゃあね、富山葵から一曲お届けさせていただきたいと思います。バイバイ。あなたの言葉も聞いてるふりだけだからね、怒らないで、もうちょっと頑張るから。この前この森風花の今日何するメンバー、お次のメンバー紹介します。本庄よしかーん、ありがとう。はい、本庄よしかです。皆さんよろしくお願いします。はい、私がね、初めてこのブロンチさんのステージに立った時は森風花ちゃんのワンマンライブの時で、まだその時は私は楽屋に入ってね、全然知らない人の方が多かったんですよ。もうふーちゃんのことしか知らずに、なんかちょっとアウェーな感じで縮こまってね、ステージをしてたんですけれども、今日ね、なんとそんな私が朝の10時からいます。イエーイね、家から一緒、昨日の夜から一緒でございます。こんなにね仲良くなれたことも本当にね幸せだなって感じだし、今日ね歌う曲はですね、ふーちゃんが私の曲でこの
発表した時から大好きで、ふーちゃんが、もう、めっちゃあの曲いいね。ハッピーヨッピーっていう曲って言って、あの、ヨピハッピーっていう曲なんですよ。曲名も覚えないし、全然、なんか適当な感じでね、好きとか言って、でもそういうところがね、いつもふーちゃんの、こう、明るさに何回も何回も、救われて、すごく一緒に活動ができた、できていることが、すごい幸せなことだったなと思って、いつもはこの曲でみんなをハッピーにしますっていう感じで歌ってるんですけれども、今日はいっぱいいっぱい幸せをくれたふーちゃんに感謝の気持ちを込めて歌います。聴いてください、ヨピハッピー。カーテンを開けたら太陽、風が歌う今日も最高、ワクワクするね。始まるバニューデンララ昨日の続きの私と明日に続ける私を今日も生きよう。キャンパスに虹を描くよ、体操弦だけ抜ける、アルプスの象徴のように。輝く大きな月夜も揺らみなくちゃ、気づいて走っててさ、夜の隅で生きるキラ、地獄を応援してる。どんな時でもそばにいるよ、目を開けて見る景色よく、もっともっとね、委ねて。Thank you.
こちらこそありがとうございます。それでは、仲間の京奈にメンバーを呼びたいと思います。みんな出てきて。あれ杉原さん、杉原さんね、びっくり。え、俺だけ京奈にメンバーいるよもう。じゃあ京奈にメンバーどうぞ。ありがとうございました。あ、めっちゃいる。すごい、すごい、会場にいっぱいいる。めっちゃすごい。嬉しい。いやもう。はい。はい。はい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 。はい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 。届きましたね。なんかこっちじゃないですか、いつも。あ、確かにね。なんでこっち？いつもの位置。いつもの位置。ちゃんとした気持ち悪い。自己紹介遅れました。次男ボイスの重原と申します。よろしくお願いします。イエーイ。今日も面白いね。え、なんすか？いや、全然見てないです。今日も面白い。全然今日。今日も俺全然見てないよね。今日でもグッズとか全部売ったり、ほすごい、全部、まだ全部じゃないけど販売しました。今日、今日だ、挨拶とみんな喋んな。あの、今日で売ってないすぎるのよ、この空気が。 BGM なんかつけてください。なんかつけててなんだ。ビリエさんになんかつけててなんだ。なんかそれっぽいやつつけてなんですか。かぶんないじゃないよ。個性が強いな。え、今日もさ、何ですか？バイト、バイト？バイトしてきたよ。いや、バイトじゃん。今日8時半にバーバラ集合なんだよ。あ、じゃあ、ふーちゃんのバイトだ。何？ふーちゃんのバイトだ。そうだよ。4連勤、私の仕事。森現場4連ちゃんなんだから、俺。すごい。よかったね、仕事があって。ありがとう。違う。仕事もらってるから、ね。何分やるんだよ。確かに。ちょっと、押すでしょ？早くさ、話しましょう。司会お願いします。いや、だから、一応今週ね、最初に迎えられて、このメンバー、京奈にメンバーで仲いいと。最後に、はい、もう今日ラストなんで、はい、一人ずつ、はい、ふーちゃんになんかコメントをふーちゃんが欲しいって急遽この、このコーナーなかったのよ。そうだよ、そうだよ。この電車で、市議出てよ。みんなからなんかメッセージ欲しいって言い出して、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけね、だから一人ずつね、終わりがあるから、始まりがある。知らないから、これが押すな。ここ削れるのよ。これが押すよ。これ無駄な時間なんだよ。終わりがあるから、なんでやめないんだよ。なんでやめないんだよ。ほぼほぼみんな知らないですよ、多分。知らない。なんとなくね。はい、何人かいだけだよね。そろそろいいんです。だから一言ずつね、コメントをして、はい、最後、森岡ちゃんがコメントして、はい、最後、ステージ残ってますから、はい、それにね、つなげていくと。いいライブだった。ということで、まだ早いよ。まだしてないんですよ。いいんですよ。ラストでしょ。じゃあ、鷲山さんからこういきます。はい。はい、じゃあね、最後、ラストメッセージなんだよね。すごい。死んじゃうみたいじゃん。え、何が？もう死ぬんだよ。死なないよ。はい、まだ死にません。 いいよ、だから。俺も冗談で言ったの。ジョークですよ。いや違う、まだ死にませんってやった。いいね、古いよ。知ってるか、その世代か。しかもさ、僕は死なない。何分やるんだよ。押しちゃうから、押しちゃうから。このコーナー何分やるんだよ。喋っていい？喋っていい？待ってないよ。俺関係ないんだよ。見てた、ちゃんと。本当にうるさい、ちょっと早く。俺関係ないんだよ。巻いて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 。なんか戻って喋るから。なんか適当に BGM 流してもらいたいです。いいやついいやつ。はい、いいやつ、いいやつ。はい、すいません。森ふかちゃんにメッセージを送ります。ありがとうございます。はい、私は多分アイドルになってなくても森ふかちゃんと多分どこで出会っててもすごい仲良くなってたなって多分思うので、どんな出会い方をしても仲良くなってたとは思うけど、森ふかちゃんがアイドルをやってくれている間に同じアイドルとして。どうした急に。急にどうした。喉乾いた。喉乾いた。何喋ろうとしてか忘れた。今日何やばくね。番組じゃん。我慢して。今いいこと言ってた。あと、ヨッピちゃんの歌の途中、あんだけ好きって言ったのにおしっこ言ってたよ。森ふかちゃん、アイドルだよ。おしっこ、おしっこ。やった、言うな。やってない。言ってない。言うな、言うな。おしっこいけた。ちょっと、わしこさんのメッセージよ。わしこさん、ごめんごめん、感動のメッセージ。ごめんね。そうだよ、ほんとに。聞いて聞いて聞いて。はい、聞こう。
とにかくね、何でしたっけ、はい、忘れちゃった、仲良く、ね、そう、どこにいても仲良くなれてたと思うけど、でも森ふかちゃんがアイドルをやってる間に、同じアイドルとして出会えたことによって、いろんなね、場所に遠征に行けたりとか、深い思い出がたくさん作れたので、聞き方なんなの、聞こえてるじゃん、ごめんごめん、聞こえてる、聞いてる、なので、この出会い方で良かったな、嬉しかったなってすごく思います。で、こんな貴重な森ふかちゃんがアイドルをやってくれてる間にね、かぶれたっていうのがすごく嬉しいので、かぶれた、かぶれた自分も一緒にね、はい、いや、肌のかぶれたじゃないよ思ったけど、分かったと思うけど嬉しいので、はい、本当に、同じ時代に生きたってことですね。それで、うるさいよ、うるさくないよなので、分かりやすく言ったんだ、まだ悪くないの、ごめんなので、本当に、今日まで一緒にアイドルとして活動してくれて、そしてプライベートでもたくさん仲良くしてくれて、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、かなちゃん大好きです。大好きだよ、ありがとうございました、はい、じゃあ、まんまいきましょうか。はい、西間舞です。ふーちゃんとは、アイドルデビューも大体同じぐらいで、ずっとやってたね。で、なんかこう、泥水すすりたいとか言って、ちょっとね、ふざけてね、言ってたりとかね。泥水すすっていかないと仕事が取れない時代、そうそうそう、みたいなね、感じでね、ちょっとふざけて言ってましたけれどもね、そうやって、なんかこう、お互いにユニット時代は、それぞれで、なんかこう、頑張ってたっていう感じだったんですけれども、で、お互い、またフリーになるタイミングも結構一緒で、まるっきり一緒でした。そう、で、一緒で、まあ、コロナ禍っていうこともあったりとかして、なんだろう、同じ、なんだろう、人生を生きてるような、まあ、共存って感じ、ね、共存って、共存、ちょっとなんかあれだけど、はい、同じ時代を生きたってことでしょ、同じことって、一緒じゃん、おいおい、切り返しただけ、そうですいや、一心同体みたいなね、感じってことですね。ほんとそれぞれの人生ではあるけれども、なんか同じようなこう道をたどってるような感じがして、で、ふーちゃんにも、いろいろ相談したりとか、ふーちゃんもなんかこうどう思うとか、こういろいろね、こうディスカッションしたりとか、ディスカッションね、ディスカッションね、なんでそこさ、つっかかんの、全然大丈夫、大学、はい、はい、すごく、なんていうのかな、これからも、一緒に、お仕事もしたいし、一緒にお酒飲んだりとか、はい、旅行したりとか、はい、温泉行ったりとか、一緒にこれからね、もっともっと楽しいことも辛いことも一緒に歩めたらいいなと思います。はい、卒業おめでとう、ありがとうございます。もう、ます、もう酒飲んで暴れません、気をつけます、はい、うん、大丈夫だよ、はいじゃあ、おいちゃんいきましょうか、はい、はい、ふーちゃんね、はい、本当に、私が、今勤めてる、遊戯バーバラというライブハウスで、出会う前から、実はね、ショールームという配信アプリで、ミンゴルの、看板モデルオーディションで、初めてお会いして、でその時のショールームの配信で、は、まあ、敵だったわけなんですけど、その時にね、ショールームの、配信ね、ちょっと見に行ったんですね、森ふーかちゃん。そしたらね、ポテトチップスをバリバリ食べててなんちゅうアイドルがいるんだと思って、で、あ、すごいな、逆になんかね、こう、あ、すごいな、すがすがしいほど、なんかこう、なんだろう、ありのままの自分を見捨てる子がこんないるんだってちょっと衝撃を受けて、そこからね、ずっと森風花っていう存在はずっと私の中でこう気になってる存在で、で、こうやって一緒にね、フリーになってから、コロナ禍で、こんなに関わるようになって、代々木バーバラで一緒にたくさん一緒にね、お仕事をさせてもらって、もう講師ともに、一時期一緒にね、住まわせてもらってたりとか、本当に講師ともに、たくさんね、関わらせていただいた、森ふかちゃん、本当に自分の、私自身の活動についての悩みもいっぱい聞いてもらったりとか、それこそ、店長をやってるので、そのスタッフのね、教育とか、そういうね、プロデュースとちょっとつながるものもたくさんあって、本当にたくさん相談させてもらったりとかで、ちょっとね、本当に終わるって聞いた時に、まあ、衝撃を受けたんだけど、でもこの先のね、プロデュース業に専念するっていうのも、私も心の底から応援したいなと思うし、今後、プライベートでもたくさんね、またいろいろ話すことあると思うので、ひとまず、アイドルとしての森ふかちゃんに、最大の感謝と、今までありがとうと、これから、ゆっくり休んでねというのをお伝えしたいなと思います。今までありがとうございました。ありがとうございました。本当にお世話になりましたはい、じゃあ行きましょうか。はい、エリスコです、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは
ありがとうね。ふーちゃんとは2017年ぐらいですに、なんか私が大阪でアイドルグループで活動してるときに、私もそのショールームのオーディション一緒で、特典の撮影の時かなんて出会ったんですけど、そこからなんだろう、こうアイドルグループをその時ユニットを立ち上げて、それがすごく同い年でやってるのがすごくかっこいいなと思って、私もやってみたいと思って大阪でユニットグループを立ち上げたりとかして、でそのユニット同士でツーマンさせてもらったりとかしたり、なんか現役時代も結構思い出がいっぱいあって、でも卒業して私が東京に出てきてからも本当にいっぱい助けてくれたし、こうやって友達とかファンの人とかたくさんつなげてくださったおかげで、こう今すごく楽しく、ちょっとアイドルの業界を外れて SNS とかインフルエンサーの方でメインでは活動してるんですけど、みんながこっちに仲間がいるおかげでそっちでもすごく頑張れてますので、めちゃめちゃ感謝してます本当に。でなんかまたここで知り合った鷲山さんとユニットも組ませてもらって、これからまた歌って踊ってしていくので、なんだろう、いろいろまた一緒になんか楽しい時間を過ごせたら嬉しいし、卒業してからもまたプライベートでもなんか遊びたいです。遊びましょうね、はい、ありがとう、はい、ありがとう、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、繁盛よしかです。私は今日は朝からもうずっとふーちゃんのライブを見てて、昨日も本当はライブね間に合わない予定だったんですけど、ふーちゃんの出番だけでも見たいと思って見に行ったぐらい、ふーちゃんのライブはすごくいつも元気をもらえるし、本当に私が出会ってきた見てきた中で一番最強のアイドルだったと思います。はい、本当にこんなに元気、一緒にいて元気をもらえる人ってなかなかいないし、本当に最強なアイドルだなと思って、そうやって人を元気にできたり楽しませることができるアイドルっていう職業って本当にすごいことなんだなって再確認をさせてもらえて、自分がそのアイドルっていう職業をしてるっていうことに誇りをなんか持てるくらい、本当に私にとっては希望の光みたいなアイドルでした。なので寂しい大丈夫、寂しいけど、でもみんなのことを幸せにしてくれたでしょだから今日はその感謝をみんな伝えられる場所をしっかりと準備してくれたふーちゃんにもうありがとうっていう気持ちでライブを最後まで楽しんでいってほしいし、ふーちゃんもすごいみんなのこと大好きっていつも言ってて、すごくみんなに元気もらってたと思うので、最後今日といえば今日っていうね、日を私も多分一生忘れないと思うので、まだまだこれこの後もね楽しんで行ってくれたらいいなって思います。そして森風花ちゃん本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうはい、じゃあ行きましょうか。本当にみんながいたから、はい、孤独だなと思って辛い時も助けられましたし、アイドル活動が楽しかったです。本当に今までこのメンバーと番組ができて嬉しかったし、杉原さんはグッズがまだ余ってると思いますので最後ザンプがね、今感動してたんだ今最後まで、グッズを売り切るところまでが仕事なので最後までよろしくお願いします。ありがとうございましたバイト頑張れ。俺一応準レギュラーでいいんですよね。そうですよね。売り切ったらね。え、何売り切ったらまだ準レギュラーじゃないんだ。ダメだ、準々だったんだ。売り切れたら。あ、そう。ちょ、一個気になったこと言っていい？はい。今週最終回ね、154回終えたじゃん。はい。で、最後のさ、集合写真さ、はい、一応俺が入ってるバージョンも撮ったわけよ。で、俺ね、確かに。ね、誰もあげてないの。あれ意味ありました確かに。だからさ、あれは誰もあげてないよね。グッズだから、グッズなの。そう、2人ぐらいあげるかなと思って、誰もあげてないから。うるさい。レアな方。レアなの。そう、じゃああげ。え、あ、泣けてくる。そんなこんなで森風花の今日何するコーナーでした。次は本当にラストステージです。ありがとうございます。ありがとねみんな。ありがとう。何するお前か。ありがとう。売ってね、ちょっと